鳥取の田野も崩れは、天正元年8月1日に、山中高生ら率いる天子最高軍と、毛利法の国人、武田隆信が率いる軍との間に起こった戦いである。戦いのあった場所が鳥取であり、戦いのあった日が旧暦の8月1日であったことから、鳥取の田野も崩れと呼ばれる。元気3年3月から4月。 出雲国における天子家最高活動に失敗した山中康生は毛利軍に囚われ小高城に遊兵されるも脱出する。そして、再び天子家の最高を図るため田島の地に潜伏し、天子急進羅を招集して出雲の地への侵攻を伺っていた。天正元年初頭、後世ら甘子最高軍は田島国から今和国へ攻め込み霧山城を奪取すると、ここを拠点として、 各地で転戦しつつ、勝利を収め勢力を拡大する。後生ら天子最高軍は、この稲葉の地を足掛かりとして精神し、出雲国を目指したものと思われる。この時、稲葉国の実質的な支配者は、鳥取城の城主、武田隆信であった。隆信は、A66 年に、当時の稲葉の領主、山内豊数と争い勝利を収めると、毛利氏と連携を取りつつ、 稲葉の地で勢力を拡大してきた人物である。高信は、後世ら天子最高軍が勢力を西へ伸ばし、鳥取城にほど近い古式山城に拠点を移したことを知ると、天子最高軍の討伐を決定する。同年8月1日、高信は、鳥取城から兵500機余りを率いて、天子最高軍の居城、古式山城へ進軍する。高信軍の進攻に対し、 後世ら天子最高軍は古式山城へ牢城する作戦を取る。一方の高野部軍はこの城に籠もる天子最高軍に対し比較的防御の薄い城の西方より攻め上り力攻めによる城の攻略を行った。城攻めを開始した高野部軍であったが堀近くまで登ったところで高野部軍を待ち構えていた天子最高軍に弓や鉄砲、大石による 一斉攻撃を受ける。この攻撃により、高信軍は、総崩れとなり、このまま戦いを続けるのは、難しいと判断した高信は、城攻めを中止し、兵の撤退を開始する。ところが、城下には、秋里様、三の軍が、在陣し、高信軍は撤退することができない状態となっていた。様三鶴は、戦いの前から後世に、 高野部軍の退路を塞ぐよう指示を受けていたのである。高野部軍はこの秋里軍と交戦するも、150機から160機を木内から引き連れた高世の兵により、背後を強襲される。これにより、高野部軍は高世と秋里の兵により強撃され、甚大な被害を出して、鳥取城へと敗走することとなった。この戦いによる高野部軍の被害は、古式山城から、 鳥取城までの一里にわたって死体が道に溢れ、足の踏み場がなくなるほどであったという。そのため高信は、以後、その勢力を大きく減衰させることとなる。一方の後生ら天子最高軍は、稲葉の実質的な領主である高信に勝利したことにより、この地での威勢を高め、勢力を大きく拡大させていくこととなる。そして同年9月下旬には、後生ら天子最高軍は、 高信の居城、鳥取城を攻略する。天子最高軍は東稲葉の一帯を支配し、この稲葉の地を天子家を再興するための足掛かりの地とすることに成功させるのである。ありがとうございます。